演舞開演。どうも、先日のチーズ祭りに引き続き早くもミスタードーナツで新たなお祭りが開催されていました。今回のお祭りはあの有名キャラクターとのコラボ祭り、こちらです。ドラゴンボールスーパーコラボドーナツ、こちらの3種類を食べたいと思います。と大々的に言ってるんですが、実は自分ドラゴンボールってそんなに知らないんですよね。幼少期からほとんど見たことがなくて、だから名前ぐらいしか知らなくて、なんかこんなこと言うとファンの方に怒られそうですね。こちらどうやら2種類のドーナツが融合しているようですね、ミスタードーナツの。まずはこちらから食べてみたいと思います。ベースはポンデリングのようですね。なんか形がちょっと違うよ。上に2種類のトッピングが乗っています。ではいただきます。いろんなものが混ざってますね。あなた、もちもちポンデリング、ザクザククランチ、そしてほんのり甘いシュガーチョコレートがうまく合わさっていてとっても美味しかったです。なんだかもポンデリングの形もちょっと違った気がしますけど、まあ気のせいでしょうね。続きましてはこちらのリングを食べたいと思います。イーストドーナツリングがベースですね。はい、こちら赤と茶色2種類がうまく合わせてます。いただきます。シンプルだけど味はしっかり感じられます。イーストドーナツ生地はシンプルなので、先ほどのポンデリングよりは若干ちょっと低めな感じはしますが、それでもそれぞれのトッピング、ザクザク食感はしっかり生きていてあっさりいただくことができました。そして最後はこちらオールドファッションの融合ドーナツです。あ、チョコファッションなのに白黒、いろいろ、さらにココナッツ、いろいろ乗ってますね。なんか崩れそうなので一気にいただきます。重いのかと思いきやそうでもなかったり、そうだったり。オールドファッション生地なんで若干重いんですけど、それぞれのチョコレート、それさらにココナッツとクランチのザクザク食感がうまく合わさっていました。ホワイトチョコレートなので少し味の変化もあり、美味しくいただくことができました。そしてさらに今回はこんなものまでいただいちゃいました。強い子グラス、まあ強い子っても小さめですけどしっかり飲めそうですね。ではちょっと飲んでみたいと思います。まあこれで飲んだからって強くなれるとかそういうわけではないのですが、なんとなくいつもより美味しく感じた気がしますね。まあ気のせいなんでしょうけど、今回のこちらの融合ドーナツ、どれもいろんな味を一度に楽しむことができて美味しかったですし、キャラクターも結構しっかり描いています。自分もこれを機にちょっと見てみようかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。